東日本大震災からの復興を支援する人々や被災地の現状に関する情報をお伝えするつながり通信です。今回は宮城出身のミュージシャンや声優、DJ など7人が結成し支援活動を続けている宮城ビッキの会についてお伝えします。つながり通信をご覧の皆さん、声優の山寺宏一です。おーはー、はい、私は宮城県出身なんですけども、宮城ゆかりのアーティストで結成されました一般社団法人宮城ビッキの会のメンバーとして復興支援活動などやらさせていただいております。宮城ビッキの会のメンバーは佐藤宗幸、稲垣純一、小芝泰造、小川もこ、加野香里、湯佐美森、そして山寺宏一という7人。結成されたのは今から9年前で、当初は自分たちのふるさと宮城の子どもたちに何かできないかということでチャリティーコンサートを開催。使われなくなった楽器をリペア、修理して小学校、中学校に寄贈するという活動からスタートしました。活動の大きな柱となっているのがじゃじゃん、こちらカエルノートプロジェクトという、これですね、楽器リペアをするという活動なんですけども、実は我々震災前2005年から活動してますが、その元々が楽器のリペア、宮城県内の小中学校の楽器のリペアをしようということで始まったんですよ。それを震災以降もずっと続けておりまして、子どもたち、音楽を頑張っている子どもたちは、おたまじゃくしということで、いっぱいカエルになってほしいという、そんな意味も込めて、カエルノートプロジェクトというふうにして、今、第3回の団体を募集しております。これは、岩手、宮城、福島県の小中学校で、楽器を、ね、使いたいんだけどもいろいろ壊れちゃってるという学校を募集してましてですね、我々で支援させていただくというような形になっております。詳しいことはですね、宮城ビッキの会のホームページのカエルノートプロジェクトのところに詳しく書いておりますので、これ5月いっぱいまで今募集しておりますので、なるべく多くの学校のですね、楽器のリペアをしたいなと思っておりますので、どしどしご応募いただきたいと思います。はい、そんな活動をしている、宮城ビッキの会なんですけれども、ぜひ皆さんにも参加していただきたいんです。それは、宮城ビッキ子ども基金、ビッキ子ども基金という子ども基金がやっておりますので、そこに募金していただく、それから、ビッキサポーターというのを募集しております。それはビッキの会の活動を直接支えていただくというさ、ね、それからですね、実は虹をかけようという復興支援ソングを歌っております。宮城バージョン、福島バージョン、岩手バージョンがあります。そして全部が入ったトリプルレインボーというアルバムもリリースしております。これを買っていただくことでも、これビッキの会の活動に支援していただくという形になっておりますので、さまざまな形の協力の仕方ありますので、ぜひ皆さんにご協力いただきたいと思います。これからも復帰の会らしくですね、コツコツといろんな支援活動をしていこうと思っておりますので、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。ということで、宮城復帰の会メンバー山寺宏一でした。